絶対零度、特殊犯罪潜入捜査。犯罪が起こる場所には人気がなく、見通しが悪く、昼と夜では姿を変える。同じ要素を含んでいます。なんとなくコントロール犯罪心理捜査で藤木直人が演じていた南雲教授の授業のようでしたが本当ですね。今回都市に潜む死因というテーマで講演をしていたのは警察庁科学警察研究所犯罪予防研究室の前島誠司だったわけですが、演じていたのは高杉光となると、どうしても単なるいい人では終わるはずがないと思ってしまってね。確かにこの前のクールのボスでもそんな役でしたよね。そして案の定サブタイトルの無の殺意の真犯人であったわけですが、やっぱりこのあたりのキャスティングに関してはどっからどう見ても善人にしか見えない人を持ってきてほしいものですよね。ねー、ただ今回の事件そのものには本当に切なさを感じてしまいました。心的外傷への自己防衛として一時的に乖離性障害を起こして現実の記憶を失い、過去のトラウマを追体験するケース。前島の場合は細く入り組んだ路地、目の前にいる子供、さらにその場に居合わせる男性、この3つが被さると一時的に過去の追体験が始まる。そしてその過去とは、6歳の時に7歳の姉を目の前でナイフで切りつけられ惨殺されたっていうもの。要するに犯罪をなくそうと防犯マップ作りなどに尽力していた前島なんですが、条件が揃って追体験が始まると姉を救うためという思いで男を襲っていたわけですよね。当然本人はそのことを自覚してはいない。最後まで知っていない様子でしたけどね。いずれ知ることになるんでしょう ね。まあね、本当はね、犯罪防止に対して真剣に取り組むいい人ですから ね。真実を知ってしまったらまさか自殺なんてことをそこまで思い悩むんじゃないでしょうか。で、ところで今回は上戸彩演じる桜木泉があまり足を引っ張ることなく捜査は進んでいきました。まあそれ以前に潜入捜査という割には単に身分を偽って防犯マップ作りに参加していた程度ですからね。まあメカに関しても鹿の剥製に仕込んだカメラくらいだったわけで多少物足りなさが残りましたが、でもあの鹿の剥製の持ち主があんな若い女性だったっていうのは笑いましたけど ね。それから奈良の地主兄弟という設定も、滝川は演じている桐谷健太が大阪生まれなので関西弁もネイティブ、バラエティ番組に出た時なんかはね、本当にあのままですからね。で、5LDK で暴露されてましたが、撮影現場でもセリフ以外は本当に関西弁丸出しでね。京都出身の北大路欣也さんからも影響されてしまうからマジダメ出しされてましたよね。まあそれが今回はしっかりと本番にも生かされたっていうことではあるんですが。よかったですね。一方の磯村役の小林隆香は東京生まれということでどうしても作りすぎによる違和感を感じてしまいました。特にあの喧嘩のシーンね、あまりにも違和感ありすぎて笑っちゃいましたね。あんな関西弁本当の関西人は使わないっていうレベルでしたから ね。さてさて、改めて小林隆香といえばですね、1975年生まれの35歳、東京都出身、学習院大学中退。1997年から劇団ナイロン100度 C に参加して全ての作品に出演。2000年に退団後は2001年より劇団ペンギンプルペイルパイルズに参加。ひょうひょうとした2枚目半のキャラクターを持ち味として活躍中。本名は小林隆で、芸名の隆鹿の由来は鹿に似ていると言われたことから。確かに似てますね。で、連続ドラマでは2004年の白い巨塔をはじめ、人間の証明、メダカ、不機嫌な寺院などなどゲスト出演が多くて、ゴールデンタイムにおける連ドラ本格的レギュラーは今回が初めて。結構いい味出してるんでね、これからどんどん活躍してほしいですね。で、ちなみに小林隆史本人のブログにはこんな記事が。役者って現場の時間が全てだと思う。舞台の時はあまり考えたことがなかったけど、映像をやっていると特に感じるのは、現場でカメラの前でやったことまでが自分にできる全てだとわかる。その後も編集や音入れなどオンエアまで作業が続くわけだけど、そこには全く関与できないし、そういうものだから。だから実のところ評価や視聴率にはそんなに興味がない。もちろん褒められたら嬉しいけど。
僕にとって面白いのは何かを生み出す時間イコール現場になる。自分が生きている時間はそこにあるわけだから、面白い時間を積み重ねて生きていければまずは満足である。結論、毎日楽しくやっております。幸せ。さてさて、そんな絶対零度特殊犯罪潜入捜査のサポーターになっていただいてますアパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社の方に今回もまたお話を伺ってまいりました。アパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社上田くんなんですが、はい、絶対零度、はい、潜入捜査ということで、はい、上戸彩ちゃんのコスプレというのも楽しみの一つではあるんですが、そうですね、うん、まあ、あの夏場なんで、はい、まあ、あの浴衣姿も見れたらいいかなみたいなね、まあ、もっとよく言えばあの水着姿も見れたらもっといいかなみたいなということで、はい、そんな暑い季節のお部屋探しのポイントなんですが、はい、そうですね、うん、まあ、あのよく皆様が言われるのはですね、はい、一番上の階だと結構もう、うん、あの太陽が照ってですね、暑いんじゃないかと。確かに、まあ、外気の影響っていうのは受けやすいとは思うんですけども、はいはいはい、あのじゃあですね、中部屋とか、はいはい、皆さん角部屋の方も好まれるんですけども、うんうん、あの中部屋のメリットとして、はい、両隣がですね、あのエアコンをつけてるとですね、うん、若干なんですけども、はいはいはい、角部屋に比べると暑くないと、うん、まあ、上の階がね太陽の影響を受けて暑くなるっていうことを考えたらですね、逆に言えばあの両方ねエアコンつけてたらその外気の暑い影響っていうのはですね受けないような位置にはなってますよね。なるほどね、はい、それと暑い時に現地見学に行って、はい、注意しなければいけないっていうことになるとやはり風通しっていうことでしょうかね。そうですね、これはちょっとねなぜかはちょっとわからないんですけども、うん、あの本当に窓を2箇所以上開けてみて、はい、風通しのいいところと、うん、良くないところと本当にあるんですよ、うんうん、それはもう現地で確認していただくしかないですね。あ、それとまあなんといっても西日っていうこともポイントですよね。そうですね、本当にあの噂によるともう西日が入ってくると、はい、もうエアコンどんだけつけても落ち着かないぐらい暑いって聞きますんで、ね、はい、まあ、何より大事なのはですね、はいはい、やっぱりそのエアコンを、まあ、そのつけれる部屋とか、うん、そういったつけれない部屋とかが、はいはい、あの物件によってもありますんで、なるほど、例えばファミリータイプの間取りであれば、うん、共用廊下に近い側の部屋はですね、はい、室外機のあるエアコンをつけることはできないことが多いと。ああねー、わかりました。それではですね、絶対零度の方もですね、これから上戸彩ちゃんの活躍ぶり、はい、しっかりと応援の方よろしくお願いいたしますね。はい、はい。